おはようございます。ありがとうございます。いらっしゃい。失職から2日、昨日に続き、今朝も前知事の姿は街頭にありました。頭を下げて挨拶を繰り返す斉藤元彦前知事。ただ、本人の口から告発された県職員へのパワハラ疑惑など、一連の問題についての説明はありませんでした。何のための、誰のための街頭活動なのか、本人に直接意図を問うと。さまざまな疑惑、詳しく分かってないなという有権者の方も多いと思うんですが、その辺についての説明とかをするおつもりというのは、今後はあるんでしょうか。やはりご挨拶含めてさせていただくということが、私の前回の方法でもありますから、そこをベースにしたいというふうに思ってます。またタイミングが来れば、街頭などで自分の訴えをしっかりやっていくということも大事だと思ってます。そのタイミングによっては、ご自身の言われていることに対する説明であったり、自分なりの言い分であったりっていうのをお伝えしていくっていうつもりは。そうですね。はい。兵庫県民の受け止めも様々です。かわいそうって言ったら失礼ですけど、一生懸命頑張ってきはったこともあると思うし、それが全部なくなるわけではないかなと思うので。ちょっと偏った報道もしすぎかなと、しっかり彼の実績と今までの経験で、これからの期待も込めてしっかり判断してあげた方がいいかなと私は思いますね。叩かれすぎですか。ちょっと叩かれすぎですね。パワハラとかあんまりいい噂が出ないので、もうそれやったら潔くやめてほしいなと思いますけど。やめられた方がいいんじゃないかなと思います。ちゃんと結果に向き合ってない感じしますよね。なんか自分のことだけで。地方政治に詳しい専門家は、斉藤前知事の街頭活動についてこう指摘します。名前とかを売っておくと、自分に都合が悪いことも発言しないということは、一つ選挙の定石ですので。知事不在の中、県政の停滞は避けられない事態になっていますが、昨日、知事選挙が10月31日告示、11月17日投開票に行われると発表されました。知事選挙には、尼崎市長を3期務めた稲村和美さんが出馬の意向を固め、MBS の取材に、県民が置き去りのまま県政が混乱している、このままにはしておけないという思いと話したほか、医師の大沢良清さんが共産党の推薦ですでに出馬を表明、無所属で元経産官僚の中村実さんも先ほど出馬を表明しました。他に3年前に斉藤前知事を推薦した自民と維新が独自候補の擁立を目指していますが、関係者によりますと、いずれも党内で意見が分かれていて、一本化には至っていないということです。前知事の資質が問われる異例の選挙戦。今まさに県民の選択が問われています。